このロシア人記者は大丈夫か？ぜひとも入院を勧める。韓国は世界が羨む最も安全な国。今年初め、韓国のマスコミと世論の注目を集めたのは、韓国シティバンクのデータベースから個人情報が盗まれたことだった。クレジットカードで引き出しの際のリスクを取り扱っている銀行員がその犯人で、2000万人という膨大な数の個人情報を盗んだ。つまり、韓国の人口の半分に当たる人の個人情報が他人に売り渡されたわけだ。最初から遅かれ早かれ盗まれた個人情報は詐欺師の手に渡り、彼らはそれを自分のために利用するだろうと予想された。実際、詐欺師らは自分の情報を盗まれた人々に電話し、シティバンクの職員や債務者を援助する国家機関の名を語り、借金の組み替えや金利の大幅引き下げを申し出た。実際、韓国メディアの報道によれば、数日前、そうした事件が報告された。詐欺師らは、シティバンクのアーカイブから情報を手に入れ、多くの人たちを騙し、少なくとも3800万ウォンのお金を奪った。しかしこの場合、幸いなことに、警察が犯人を割り出すことに成功したので、奪われた金額は戻ってくる可能性がある。しかし、近い将来、こうした犯罪がより頻繁に繰り返される可能性があるとの特別の懸念は否めない。韓国はこうした詐欺犯罪に極めて脆弱だ。これには2つの訳がある。第一に、韓国社会のコンピューター化が非常に進んでいること。第二に、韓国国民の大部分が詐欺に対する免疫がないことが挙げられる。現代韓国はインターネットの利用率では世界有数だけれども、韓国のインターネットはハッカー攻撃にことのほか弱い。なぜなら多くの場合、韓国は世界でも犯罪の少ない最も安全な国の一つだからだ。例えば、道に鍵をかけずに車を止めても大丈夫だし、忘れ物は忘れた場所で見つかるか、近くのお店の人が保管していてくれるかして、次の日には戻る世界でも稀な国の一つだ。こうした犯罪の少なさは大いに自慢できるが、逆にこうした状況は他人に対する過信、あまりに信用しすぎる傾向につながる。故に、銀行職員など自分のお金に関しよく知っている人から電話があった場合、韓国人は何の疑いもなくこの人物を信用してしまう傾向が強い。オーストラリアやロシアなど一連の国々ではそういうことはまずなく、こうした電話に対する反応ははるかに注意深い。それに比べ、一般の韓国人は助けを欲し、悪巧みなどを持っても見ない。そうした他人への信頼により、しばしば韓国人は騙されてしまう。では、どうすればよいのか。だからといって、インターネットを利用しないわけにはいかないし、ひどく疑い深い人たちばかりの社会にするわけにもいかない。もちろん、もっと韓国人が注意深くなることは必要だろう。しかし、よくあるように、こうした韓国社会の短所は、今回の場合は、詐欺師に騙されやすいという短所は、彼らの長所の延長でもあるのだ。とはいえ、知らない人から電話があった場合、初めから疑ってかかるのが当たり前になっているような世界の多くの国々にとっては、韓国社会はやはり羨ましいと言わざるを得ない。